このテーマめっちゃむずいな。むずいな。まあポップにはちょっとやっぱりなかなかいかへんですね。あんまポップにするような内容でもないし。こんばんは、ハードボイルド星屋談義でーす。はい、はい、今日のテーマは、今日のテーマはそのまあ補習ちゃんとやってますかという、うん、補習ちゃんとやってますかっていうか、まあ補習や永遠のテーマって、何回もやってるような気がするんだけど、なんか、うんうん、まあ、今までも話したような気がするけど、うん、例えば、うん、そのワックスかかった大量のフローリングの補修で、はい、まあ普通にワックスの上から直したりするわけやんか。はいはいはい。まああれどうなんって話じゃないけど、はい、まあ、でも普通にみんなやってると思うし、うん、まあ、俺たちもみんなやってるよね、うん、あれって普通に考えたらそのやっぱワックスを履くってから、うん、直すべきやと、うん、掃除を出してね、そうそうそう、でやるべきやと思うんやけど、はい、なんかそれを考えてたらなんかもう自分は、まあ、ワックスの上から直しててこれちゃんと直してないよな、次の現場行くために早く終わらすためにやってんなとか、はい、まあ、恥ずかしくなったりすることもあるわけやねんけど、うんうん、でもそれが俺は良くないって実はずっと思って、はい、例えばインスタグラムとか見ても、うん、うん、それ使って直すんやな、あ、うん、まあ簡易というか、うん、そうやね、うん、っていうので直してなんでやろう、なんやって言いたくなる時もあるわけ、なんかない、まあ、思いますよね、うん、そういうの見ると、え、そんな直し方で直すのみたいな、それどうするの後、うん、みたいな、うんうんうん、まあ、だけど、うん、一概にでもそれを否定するのもどうかなってなんかちょっと否定までじゃないけど、うん、どうしようもないなとかさ、うんうん、例えば人のんは、いやおいおいそれ使わんとこっちで直さんとそんなん持たへんでみたいなとか、うん、その、うん、あるじゃないですか、あるある、うん、結局人のんはそうやって言うけども、うん、じゃあ自分どうしてんのってなった時に、うん、いろんな状況ももちろんあったとしても、うん、結局はそれと変わらない同じようなやり方でやってることもあるし、うんうんうん、そうやな、うん、そうそう、そう、なんかね、人のやってるのなんかあかんやんって思うねんけど、よくよく考えた自分も、そう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 、そうやし、うん、一概にこうあかんとも言われへんし、うんうん、いろんな状況があるからね、そう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 、まあその依頼者が別に見た目だけ直してくれたらいいとかさ、うんうんうん、でもほんまは実際はちゃんと直し。っていうのは実は根本にあって、はい、もちろんちゃんと直したいじゃなくて、うん、はよパパって直して金稼ぎたいんやっていう人もいるのも、はい、いるやんか、うんうん、それも間違いじゃない、うん、そうね、ほんまはこうやって直さなあかんけど、でもその状況というか、うん、まあ聞く時もあるじゃないですか、どうしましょうって、うん、あのこれ本当に、うん、本当にというか、うん、あのしっかりとしっかりとっていうのもちょっと曖昧なんですけど、言い方として機能的にとか、要はまあ思われたら箱らなあかんカウンターとかでも、うん、カウンターの塗膜がバリバリ割れて浮いてるやつをもう部分的に切ってそこだけパテ埋めて色塗ってとかじゃなくて、うん、ちゃんと素地出してシーラー打ってとか、うんうんうん、ちゃんとする方がもちろん製品にはなるし、うんうん、あのそういう補修、まあ、それも補修やし、うん、部分的にパテ埋めてカウンターそこだけ直すっていうのももちろん補修やし、うん、ただそのやっぱり時間かかる時間とか、うん、変わってくるじゃないですか、うん、だからその元々、まあ、仮にそれが丸々1日でっていうんであれば、でもちろんちゃんとやるっていうのはあるんですけど、うんうんうん、
半日でとか、まあ、1時間でちょっとできるだけでいいんでとか、うん、そういうのもある、うん、実際ね、実際ね、うん、何でもやろうと思ったら、うん、臨機応変にやるしかないですよね、うんうんうん、こういうここの場合はこうやってやる、うん、原理費使うとか、うんうんうん、でもここの時はいやいやもうエポクシー使うとか、うんうんうん、なんかその臨機応変にじゃないけど、うんうんうん、もうあとはこっちが仕事を選ぶっていう感じになってきますよね、うん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 、いやもうそんな補修やったらもう立ちアッパ屋さんにやってもらってくださいって言うんだけど、そうそう、俺なんてもうずっとそのバカにしてきた方よ。いやほんまにめっちゃ。あその補修。補修や人のもう人の補修をバカにしてんねん。こいつ何やねんみたいな。でそんな道具使うねんみたいなことですか、材料使うねんみたいな。あそうそうそう。こうやってやった方がええやんけっていう。うん。でもなんかもうずっとやってるとやっぱそれもちょっと反省し、まあ反省というか、そうじゃない自分と違う補修してる人たちも結局やっぱそれはそれで。飯食っていくためのさ、うんうん、あのもんやから、うんまあねうん、なんか一概にも否定できないや、うんまあまあ、正解もない、ない、当てないようなものですもんね、うんうん、補修っていう業種自体が、うん、どうなんっていうところもあるじゃないですか、うん、あるよね、そう突き詰めちゃうと、うん、いやもう交換やんっていう、まあ言ったらね、新しい玄関の扉へこんじゃいました、いやもう、うん、明日引き渡しなんですなんて、うん、いやもうそれそんなのいや交換やろみたいな、うん、なんかさ前話ささっき昔働いてたとこでさ何千万もする家ああ、うん、だから本当にこう、まま、真面目っていうのが大手のか分かんないですけどグッと行ってしまうと、うん、結局そのね高い家、うん、何千万何億する家を、うん、そうやってね走り倒されて星屋さんがバーってもう簡易補修で回ってるのを、うん、いやもうこんなことできない、うんうんうん、いやもちろんそれもそうやと思うし、やめちゃう子もいるわけやんか、うんうんまあ、確かにその、まあ、道徳的なところというか、うんうんうん、人としてじゃないけどなんか悪いことしてる、あー、まあ、それ分かる分かる、新品を新品じゃないものとして売るのに手を貸してるじゃないけど、うん、間接的にね、うん、なんかこうビジネスと、うん、職人のその感じがなんかこうバランスがね、うんうん、そうだね、仕事なんかこう職人としての自分の思いをそこにっていうところのこうバランスが難しい職種ではあるから、うんうんうん、もうそこ突っ張んでてさ、うん、俺たちはこれやらないと、うん、俺やるっていうような、うん、その補修屋であったら、うん、それはそれでかっこいいし、うん、すごい羨ましいけど、うんうん、俺たちはね、なんかね、俺たちはっていうか、ポリなポリポリ、キャップ屋さんもそこにすごい徹してるわけやから、もうそればっかりやってる、求められそれを求められてるからもそれをやる、クオリティを別として、うん、まあそのプライドもあるんじゃない多分、まあ、しっかり直すときはしっかり直してあげたらいいし、うん、いやもういいよ走ってって言われたら走れますっていう、うんうん、その安全で走れますよっていう、まあ、まだ結局そこやと思うけどね、まあ、そこがまあお客さん重視やん、ね、一番、うん、どっちでも対応できるっていう、うんうん、このテーマめっちゃむずいな、むずいな、まあ、ポップにはちょっとやっぱりなかなかいかへんですね、あんまポップにするような内容でもないし、重いな、なんか考えてもらうのずっと喋ってる、それはもう人によるじゃないですか、人によるここはもう正直個人の質問見ていただきありがとうございます。星屋談義ではこんな話をしてほしい、ぜひ出演してみたいなど星屋さんのご意見ご要望どしどし募集しています。ぜひぜひコメントもしくはメッセージなどお待ちしております。星屋の皆さん一緒に楽しみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。